ドイツの黒人がこのサンプラー初めてね、だったみたいな、そういう発想、なんか出てこないと思いますね。コンピューター使い出してさ、エラーがないじゃん。失敗することがない。偶然性でこうね、出てくるものってね、あんまりない。そう、DJ ミックするのもシンク機能あったら BPM 勝手に合うんですよ。ちょっと話はだいぶ戻るんですけど、そのメジャーコースやって、まあみんなすごいじゃないですか。喋ったことも本当雑誌とかそういうあれの存在ですね。で、なんかそういう戦略みたいなのあったんですか、そういうメジャーコースを始めるんだったんですか。メジャーコースになって、もう今だったらすごいみんな若い人でも知ってるとか、そういう工藤さんとか、藤原清さん、そうですよ、裏口にそんなに知られてないと思う。戦略自体は別になかったかな。音楽的な部分って言ってもその当時だから、うん、みんながハマってたものをそのような形にして、そのフィルターとして、そうそうそう、だからもう逆に言ったら若かったから怖いもの知らずというか、うん、これもう間違いないっていう気持ちでやってた。あ、そうなんですね。ファッションとかってやっぱその時も意識してる。うん、そうだね。まあ一応そういうニューヨークのラッパーとかそういう人たちの、うん、ね、影響を受けた。ここにもあった。最先端。え？最先端の上空に入ってる。入ってる。ね、ビラボス。一応映画化してたから。うん。ファッションを生み出す場面。ここにもあったのがバックインザデイズだっけ、ニューヨークのことで、はい、あれなんか本当にお手本だよね。見たことあるバックインザデイズ。たまにその前とかでもイオンとか後ろすぐだ、60歳の服装変わらないよなみたいな。かっこいい。メジャーフォースの MA1 すごい、やっぱ説得力あるな。僕のこのメジャーフォースの説得力はすげえ。これだからヒップホップ、ヒップホップ以前だね、エレクトロの頃、ヒップホップ以前の黒人たちのファッションだ。へえ。ランディ MC なんかもこの辺だよね。へえ。あるある、めっちゃかっこいいな。かっこいい。この辺から始まったんだよね。かっこいい。めちゃくちゃ黒人がすごいです。黒人かっこいいな。今でもあれだってね、アフリカのなんか若い女の子が日本の曲を歌うのが流行ってるらしくて、なんか動かされます。そういうのなんかすごく見たらしくて、普通に黒人の女の子が日本の何だろうところだなって思ってたんで、うまいんだよね。今あれですよね、そのシティポップとかしてくる古い日本独特だもんね、やっぱり。だから韓国とかその辺だともうそういうなんかオリジナリティ飛び越えてまんまアメリカンのものを作ってんじゃん。あれはあれでまあすごいんだけど、だから最近あった BTS とかさ、ああそうそう、まんまだもんね。どういう音作りしてるんだっていうぐらいにパクってすごいつけてるよ。そうなんだ、そうなんだ、あれはあれですごいと思うけど、そう考えるとなんか日本のそういう、日本って本当ガラパゴスだよね。独特の島の日とか変えますよね。変えるっていうか、なんかそこに行こうとしてないっていうか、独自の日本独自のものがぐわーってこう、そうなんですよ、くるんですよ。なんだろうな、そういうところもあってメジャーコースってなんだから、その枠からやっぱちょっと外れてるところもあって、なんか海外の反響も良かった。でも逆に今思うとやっぱその日本独自のスタイルっていうのはすごい大事なんじゃないかな。そこはだからなんか外人から見てなんか面白かったみたいな。オリジナリティ何もない。
まであそこまでもうすごいことになっちゃう。ね、前も何年か前フランスちょうど新婚旅行で、したらストリートカルチャーは日本人でめちゃくちゃもうストリートのリスペクトしてるよ。そうなんだ。やっぱフランスそうだよね。なんかこんなそういう文化に憧れ持ってる人多いよ。ドラゴンボールとピカチュウ、ちょっと漫画と漫画とかそういうアニメも。プラの駅のホームにも大きいピカチュウが。そのおかげで優しくしてもらえたよ。国によっていろいろある。まあ、昔から言われてるんだけど、ドラムのなり方とかもさ、うん、なんか気候によってやっぱ違うと湿気が多い。あ、そうなんですか。うん、へぇ、うん、ジャマイカみたいに、なんか絡まってさ、乾燥してる人になったら、ドラムのっていうか、あ気がするけど、日本だとパパってなっちゃうよ。使ってるしね。これ大統領。へぇー。軽くなる。メジャーコースのリリースは、これはね、1月にちょっとタイアップのマイクがあって、それがちょっとまだ言えないんだけど、それをちょっと今このやってるところで、まあ、本当どんどんリリースはしていきたいんだけどね、なかなかこれコロナで僕の工程行ったりとかっていうのはなかなかできなくなって、やっぱね、なんて言うんだろう。共同作業をしないでしまうと、なんかこう、ゴールを見失っちゃうというか、もうこうやってても、あっ、これそれいいねって言ってくれたら、じゃあこれいいんだって、決着がつくんだけど、一人で言っててもなんか終わりがないっていうか、あ、これいいなと思いつつも、じゃあこれキープして次みたいなこと、なんかなかなか進んでいかないっていうか。やっぱ共同作業ってすごい大事で、人のところに行く、結局、例えば、ね、一緒にいる人が楽器はやらないにしろ、そこでこう客観的に聞いてくれて、一言言ってくれるだけでも、そういう意味だったので、共同作業の大切さはすごいなと思って、なんかコロナで、ね、人と会えなくなってくると、そういうのはすごい感じだ。まあ、そういう制作段階も進めていきたいんだけど、なかなかちょっと思うようにしながら、それは楽しみですね。楽しみですね。ちょうど MTC 教室だよ。また MTC 教室めちゃ作る。YouTube のオープニング曲作りたいです。それでそうか、教室で教えてもらって作ったらいい。作りたいな。あ、というか生徒生徒と比べられるの。今でもバラバラですけど、今でも6人ぐらい。まあ、ほぼマンツーマンで。その中でだからそうやってNPC やりたいっていう人が。でなんか。コンテストみたいにする？そのオープニング。ああ、やりたい。めっちゃすごい。ああ、コンテスト、ああ、作って。あ、いいな。俺も優勝したい。俺も優勝したい。俺が優勝したい。じゃあ、本番行こうか。本番。本番。そろそろ。だから、横演習。横演習。もうちょっとこう、あれかな。こうクールにしてるかな。テイク2。テイク2。音楽で食べていこうっていう人たちに何かアドバイスを、うん、やめた方がいいと思うやめた方がいいと思う、考えない方がいいと思う、考えない、無理でしょ。ちなみに福田さん、音楽やってなかったら何をやってたと思う？ああ、最後に音楽をなりわいにするとは思ってなかったからね。なんだろう、なんかお店やってたかも、こうカフェじゃないとか、カフェじゃないとか、カフェじゃないとか、ずっとそれ一本ですよね。まあちょこちょこ副業的なことはね、あるけどね、まあ、なかなか難しいですよ、うまくできる。難しいと思う方です。
やめた方がいい。やめた方がいい。めっちゃ面白い。音楽は趣味、心の余裕がないから。ああ、そうですよね。それで多くを詰めてガーッとやってたら、なんかいいものができない。今後の抱負というか、まあ、60のおじさんに今後の方法いやー、まあね、のんびりいったですね。そもそもだからこの DJ が単独フリーでいろんなお店で回すようになったのは80年の初期だから、あそれまではですね、それこそだから人の空間でニューヨークのいろんな文化も、そういう DJ 文化も入ってきたことだから、やりたい人もやっぱりプロハラメイスターなんで、革命武道館というか、なんか、温泉郷、音楽選挙、選挙区画競技、今 DJ が選挙区画競技で、まあそういう人たちを集めて、まあ DJ、DJ としてそういうフリーでやり出し始めたのも80年。年代どれくらいだろう、45年、まあ、だからヒロシなんかはだからすごい、ね、その早かったね。ヒロシでもいろいろ新しいものを取り入れるっていうか、だからフリーの DJ として、いろんな店に DJ やったりとか、そういうスタイルになったのがだからね、この80年代の時だから、すごいですよね。なんかこういうものを作ったのは桑原さんとか広志とか、いうところがあるので、東京でね、そういう活動して、活動っていうか、まあ、自然となったのが、僕らの年代っていうのがなんかすごいラッキーだったっていうか、かろうじて70年代後半も経験し、80年代っていうのはとにかくいろんなものが変わった年っていう年代であって、音楽のね、ヒップホップみたいなのが出てきてたのに、ファンディングネームからヒップホップ行って、レアグループ行って、ね、印象で出てきてた、まあ、すごい目まぐるしい変化があって、映画とかファッションとかも、そういういろんな文化が80年代にガラッと変わってしまった時代で、そこを僕は20代で通過してるんですよ、80年代、盛んな頃に。でその頃は何とも感じてなかったけど、あ、これ面白いっつってもう、ね、わけわかんないって80年代終わったんだけど、そういう時代を経験できて、でしかもそういう時に制作に関われた、制作する側に行ったっていうラッキーだった。ヒロさん、ブックスってどうだった、いろいろ変わってきたんですか。こんな感じですね。まあ、ずっとそうなんですね。なんか昔だった80年のパンクとか、そこまではしてなかったけど、なんか他のインタビューではちょっとなんかニューエージチックな子だってちょっと化粧してるとかあったかもしれないけど、でもそんなの記録には残ってない。記録に残ってない。逆にレアス、クールとか、クールです、かっこいいです。ハハ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 、よろしくお願いします。またトリアージは教室を次回。